ここか。ああ、OB 会は毎年やってるらしくてな。貞本京也は毎年顔を出しているらしい。まだやられてねえグレン会創設メンバーも来てるはずだ。とにかくミキコがバカな真似する前に見つけ出して止めなきゃならねえ。受付か。関係者じゃねえとさすがに入れねえよな。カイト、どうするつもりだ。ここは探偵らしく行く。どういうと？潜入だよ。変装してな。おいおい、大丈夫か。会場の連中に比べると随分とおじんだろ。まあそこは考えねえとな。接客なんかやってられるかよ。今日なんて青くせえガキばっかりだしよ。しかもどいつもこいつも態度が悪い。なあ、あんたちょっといいか。あ、お前、あれ、もしかして田代くんか。カイト、なんでてめえが。お前こそなんでボーイなんかやってんだよ。ヤガミの野郎のせいで。タボーの、どういうことだ。俺はここ数年イベント会社のプロデューサーとして偉人町で華々しい活躍をしてたんだ。だが八神の野郎のせいで俺の悪事がバレて会社をクビになっちまったんだよ。そうか、よくわからねえが、悪事がバレたってことは要するに自業自得だろ。うるせえ。そもそもはてめえらのせいなんだぞ。てめえらに俺のお気に入りの一丁ら追い剥ぎされてから俺の運気は下がりっぱなしなんで。あん時は悪かったよ。ま、その話はともかく、その服ちょこっと貸してくれねえか。な、なんだと。どの口で頼みやがる。ちょっと訳ありで必要なんだよ。いいだろ、減るもんじゃねえし。ふざけんな。むしろてめえが脱げ。なあ、なんでそうなるんだよ。俺の味わった屈辱をてめえにも味わわせてやるんだよ。脱がねえつもりなら脱がしてやんよこの野郎。おい、やめろって。追い剥ぎの件は悪かったって言ってるだろ。うるせえ。12月の寒空の下、裸に向かれて打ち捨てられるヤクザの気持ちがてめえにわかるか。てめえを裸にひんむいてやらなきゃ俺の気が収まらねえんだ。覚悟しやがれ。仕方ねえ。だったらこっちも強引に行かせてもらうぜ。お客様、少々いいですか。人を探しておりまして。
お客様？あのさ、気安く話しかけないでもらえる？私は今、旧友と思い出話に花を咲かせていたところなの。それは失礼しました。ですが、非常に大事なお客様でして。え？大切なお客ってもしかして、リゾーム創設メンバーの人たちとか？それなら私も超話したいんだけど。ああ、いや、その人では。あっそ、じゃあ邪魔しないでもらえる？そこをなんとか。あ、西尾さん、いらしてたんだ。すみません、お客様。この女性を見かけませんでしたか？ああ、この人。さっきいたような。間違いないですか？今はどこに？あ、いや、記憶違いかもしれませんよ。その人、誰とも話さずにすぐに席を離れていきましたし。そうですか。では、貞本京也という男性を見かけませんでしたか？貞本さんですか？あの伝説の OB の？一度お会いしたかったんですが、急用で来られなくなったみたいで。来られなくなった？間違いないですか？ええ、どうしても外せない会議が入ってしまったとかで。毎日分刻みのスケジュールでとても忙しいみたいですから、仕方ないですけどね。入れないってどういうことよ？いえ、増田皆様はすでに入られていまして。いや、だから増田美奈は私だって言ってるでしょ。今来たばかりなのに、なんで入ったことになってんのよ。お客様、どうされましたか？いや、私今来たところなんですけど、すでに入場したことになってるみたいで。増田さんという方がすでに入場している、間違いないですか？はい、名簿もチェックしましたし。もしかして増田を名乗っていた女性、この人では？あ、そうです。すごく綺麗な人でした。やはり。その女性どこに？会場に入られたはずですけど。あ、でもすぐに出てきてトイレの方に向かってましたね。トイレの方に？わかった。あ、ちょっと、どうなってるの？生きてるな。何があった？トイレに突然女が入ってきて襲われて。その女は貞本美希子だな。ああ、そうだけど、なんで、あんた誰だよ？その女はどこに行った？あの女、京也さんを探してた。貞本？だが貞本京也は来られなくなったと聞いたぞ。違う、京也さんサプライズゲストで出てくる予定で、さっきまで控室にいたんだが、タバコを吸いに屋上に。それじゃあ美希子も屋上に向かったんだな。
なあ。おい、何でしょう。申し訳ありませんが、緊急の要件で急いでいまして。すっとぼけんじゃねえ。てめえカイトだろ。ここで何してやがる。仕方ねえ、こっからは強行突破だ。こっちは急いでんだ。手加減しねえぜ。お前らやっちまえ。おいカイト、助け出しするぜ。さっさと片付けるぞ。すまねえ、助かる。あん、てめえら何やってんだ。ぶっ殺してやる。で、カイト、ミヒコさんの居場所は分かったのか。なあ、どうやら貞本を追って屋上に向かったらしい。これ以上連中に見つかると厄介だ。ここから登るぞ。よし、こいつで最上階まで上がるぞ。奴らだ、いたぞ。くそ、まだ嫌がんのか。おい、カイト、ミヒコさんを頼んだぞ。ここは俺たちに任せて先に行けってやつだ。ふん、カッコつきやがって。このくらいの人数、俺たちで何とかしてやるよ。すまねえ、頼んだぞ。やっぱりちょっと多くないですか。うるせえ、行くぞ。いたぞ、こっちだ。くそ、手間かけさせやがって。もう逃がさねえ。ぶっ殺してやる。ミキコ、来ないで。来たら撃つ。なあミキコ、本当に僕を殺すつもりかい。それ以外にここへ来た理由なんてない。そっか。ま、落ち着いて話そうじゃないか。話す？今さら何を。もう少し冷静に考えるべきだ。君は本当に僕を殺せるのか。どうなんだ。どういう意味。だってあの子は、ジュンはどうなる。僕はともかく母親のお前まで人を殺して、ジュンはどう思うんだろう。そういうこともちゃんと考えた上での行動なのかな。そう、優しい君なら当然考えてしまうことだよな。そして考えた途端に身がすくんでしまう。まあこういうところがこの女のいいところだ。そうだろ、カイトーさん。てめえ。でもこういう人間じゃ金儲けはできない。
ビジネスチャンスってのはあちこちに転がってる。しかしほとんどの人間はそれをつかむことができない。答えは簡単だ。金と自分、それを最短距離で、しかも最速でつなぐことができないからさ。世の中の常識だの、煩わしい人間関係だの、そういうものにいちいちこだわる。そんなんだからダメなんだよ。だからお前は迷わず叩き切る。グレン会の連中や焼き殺された魔法ちゃんたちみてえに。そう、理解が早いね。あんた見込みがあるよ。夏目家の件はなかなかリスキーな選択だったけど、結果としては大正解だったよ。我ながらナイスなアイデアだったね、この野郎。京也、魔法たちを殺して大正解だって、ふざけるな。やっぱりあんたは死ぬべきなんだ、今この場で。なるほど、純のことより僕への殺意の方が上ってことか。本気で人を殺す覚悟はできていると。 OK、 まずそれを確認したかったんだよ。くそ、話しやがる。剣持ち、遅いじゃないか。京ちゃん、悪い。サダモト、てめえ。おっと、動くんじゃない。動けば純の命はないよ。動けないだろ。この子は僕の血を引いてるからね。いつ寝首をかかれないとも限らない。しつけをしておいて正解だったよ。てめえ、自分の子になんてことを。さてミキコ、ここからが本番だ。何を。まずは余計なものから片付けよう。ジュンを助けてほしければカイトを撃て。っ、おい剣持ち、お前仲間を殺して回ってるのはミキコだと思ってるんだろ。なんや今さら、当たり前やろ。ミキコが言っていた、グレン会の連中を殺してやろうと現場に向かった時、すでに連中は殺された後だったと。何者かが先回りして連中を殺していたんだ。なんやと。ミキコが記憶を取り戻し、お前らへの復讐を企んでいる今、ミキコの先回りをしてグレン会の連中をぶち殺しちまえば、ミキコの仕業に仕立て上げることができる。真犯人はな、そうやってかつての仲間を殺してグレン会との過去の黒いつながりを消そうとしてたんだよ。てめえ何言うとんねや。わからねえか。お前の隣にいる貞本なんだよ。グレン会の奴らをぶっ殺してたのはな。何。最近貞本はメディアに頻繁に露出するようになったらしいじゃねえか。カリスマ経営者として名が知られてるようだな。だからこそ今お前らとの黒いつながりが明らかになるのはまずかったはずだ。それに考えられる動機は他にもある。貞本はミキコとグレン会の連中が接触するのを阻止したかったんだと思う。どういうことや。
ミキコが知っている過去の事実とグレン会の連中が知っている過去の事実が食い違っていることに気づかれたらまずかったんだよ。その事実の食い違いにお前らが気づいたら、おそらく剣持、お前は貞本京也を許さなかったはずだ。お前は言っていた。夏目夫妻と真帆ちゃんが放火に巻き込まれて死んでしまったのは事故だったと。本当は中に誰もいないはずだったってな。そうや、住人は旅行に出かけとるから中に誰もおらんと、そう聞いとったんや。当日家の中に誰もいない、そう言ったのは貞本京也だろ。せや、だからなんやねん。お前がここに来る前、貞本ははっきりこう言っていた。夏目家の件はなかなかリスキーな選択だったが、結果としては大正解だったよってな。あいつは放火事件の夜、中に真帆ちゃんや夏目夫妻がいると知っていて、お前らに火を放たせたんだ。土地が目当てだったお前らにとって放火殺人までする意味はない。焼き殺せと言ってもためらうのが普通だ。だが貞本は夏目夫妻の莫大な遺産を相続し、自分の会社の危機を乗り切るために彼らに死んでもらう必要があった。だから貞本はお前らに嘘をついたんだよ。自分はアリバイを作った上でな。嘘やろ、京ちゃん。おっと、痛いところを疲れたな。貞本、お前が俺にミキコの捜索を依頼してきたのも、グレン会の連中より先にミキコを探し出して始末するためだな。俺がミキコを見つけたら監禁でもしておいて、グレン会の連中を全員ぶっ殺す。その後頃合いを見計らい、自殺に見せかけてミキコを殺すつもりだったんじゃねえか。やっぱあんた見込みあるね、京ちゃん。なあ、あいつ何言っとるんや。あんな嘘やんな。放火事件のあったあの夜はね、真帆ちゃんの誕生日だったんだ。京ちゃん、夏目夫妻も真帆ちゃんもワインが大好きでね、ヴィンテージもののボルドーワインを記念に送ってあげたんだ。100万くらいしたかな。一方その頃僕はレストランで妻とディナーを楽しんでいた。もちろん真帆ちゃんにはその場で電話してちゃんとお祝いしたよ。真帆ちゃん、ワイン美味しいですって言ってたな。ワインにはうるさい夫妻も絶賛してたとか。隠し味で睡眠薬を入れておいたからちょっと味が変わっちゃったかなって心配してたんだけど、大丈夫だったみたいで安心したな。3人ともぐっすり眠ってただろうから、きっと苦しまずにいけたと思うよ。京也、あなたは。なあ京ちゃん、いつもの冗談やんな。そろそろのはずだけど遅いな。聞き始めたみたいだね。よかった。シュウちゃん大変だ。
会場が。思ったより時間がかかるもんなんだな。おい貞本てめえ、何しやがった。おお、これはなかなか歴史に残る事件になるんじゃないかな。君たちも見るかい。壮観だよ。元気でやってる。どうしたの？よし、残り4人全員やったぜ。大成功。てめえ酒に毒を。あはは、遅効性のものをね。たくさんの人間を一気に始末するときは即効性だと良くないんだ。飲むのが遅れたやつに毒がバレて飲まなくなっちゃうだろ。いやー、しかし効果が出るまで時間がかかったので効かなかったんじゃないかとヒヤヒヤしたよ。ごめんな剣持ち。葬式は盛大に開いてやるから成仏しろよ。無関係な人間まで。だって仕方ないだろ。グレン会創設メンバーの連中が集まる席はあったけどさ、関係ない連中も来て飲んじゃったんだから。そこまではさすがの僕でもコントロールできないな。それに象に狂った復讐期ならそのくらいした方がリアリティがあるだろ。民衆はドラマチックなストーリーの方が好んで信じたがるものだ。このクソ野郎が。さてミキコ、最後は君の出番だぞ。カイトを殺せ。そうすればジュンだけじゃなくお前も助けてやるからさ。何を言ってるの。ああそうだな、まず僕の書いたシナリオを説明すべきかな。僕は今夜この会場にはいないことになっている。サプライズゲスト扱いで数人のメンバーしかそのことを知らないんだ。もちろん毒が混入された調理場には君の指紋と髪の毛を残しておいたよ。そして屋上からはかつての恋人の射殺死体が発見される。カイトーさん、あんたの死体だ。ついでに近々夏目家放火事件にグレン会が関わっていたという事実がリークによって発覚するよう手はずも整えてある。トータルで考えるとミキコ、君が復讐のためにグレン会の連中を殺して回った末パーティー会場で一気に全員を毒殺、それを嗅ぎつけた元恋人さえも射殺した、そんな感じだね。とりあえず全ての犯人はミキコ、君だからね。でもそこで放り出しはしないって。カイトを殺せば1億くれてやる。その金で海外逃亡してジュンとつつましく暮らすのもいいだろう。だが逃げ切るのも大変だ。罪悪感に苛まれ生きていくのも辛いだろう。だからおすすめはカイトを殺した後君もここで自殺するってシナリオだね。なんだと。おすすめのシナリオを理解してくれるならジュンにはボーナスとしてさらに1億渡そう。
そのくらいは父親としての責任を果たすつもりだよ。殺せ！さあ、カイトを殺すんだ！人を殺す覚悟ならできてるんだろう。グズグズしてると本当にジュンが死ぬぞ。あいつはやっぱり悪魔だった。私が甘かった。ごめんなさい、あなたまで巻き込んでしまって。ミキコ、そいつを貸せ。え？じゃあこうなったらそのシナリオはどうなる？何の真似だ？俺のシナリオはこうだ。元恋人に罪をかぶせるために山ほど悪事を働いた男を元ヤクザが始末した。俺が懲役くらえば済む話だ。お前の手まで汚させてたまるか。ジュンのためにもな。俺は的を外さねえぞ。とにかく俺は強い男になりたいんだ。大事な人を守れるような強い男に。だったら重要なのはな、ジュン、ここだぜ。なんだそれ。ま、いずれ分かる時が来るさ。お前がそうなりたいって思い続けることができればな。楽しむ時間はなさそうだ。警察が来る前に肩をつける。死ねー！チア！
の野郎、ナイフに毒を。母ちゃん、嘘だった。お前が全部作った嘘だった。初めから全て。あの事件の後だって真帆たちを殺した奴とも知らず、のうのうと生きてきた。どんな気分だよ。なんで平気でいられる、この悪魔が。ミキ、やめろ。もっと早くこうするべきだった。ミキコ、お前もなくしちまうぞ、一番大事なものを。お前と別れた頃の俺もそうだった。憎しみに逃げ込んだ。一番大事なものが目の前にあるってのに、俺は親父に怪我をさせた奴らに復讐することを選んじまった。だがお前は間違えるな。母ちゃん、また俺を置いていっちまうのかよ。俺のことも嘘だったのか、嘘だったのかよ。Ugh.